ぶんちゃん、ぶっちからなんか届いたよ。ぶっちからよいしょ見て、なんかぶっちから届いたよ。よだれつけないんだよね、よだれ。よだれつけちゃダメだよ。なんかね、あれらしいよ。4月1日から30日に、え、舐めた今。ぶっち舐めたでしょ。ぶっち告知だよこれ、聞いてる？ぶんちゃん告知だよこれ。ぶんちゃんにさ、あの1、2ヶ月に1回来る唯一のお仕事じゃん。聞いてんの？よいしょ。プロフェッショナルニートなんだからさ、ほら、OK？ ってなんだっけ。4月1日から30日の間にブッチを買うと抽選で毎日2名に、あ、2名様にね、2名様にオリジナルトートバッグもしくはマグカップが当たるキャンペーンが始まるらしいです。なんかさ、さっきまじまじと見たんだけどさ、そのイラストレーターのスティーブ・スピルハンバーグさんのね、あのイラストの中にさ、まあポケットにまあブッチが入ってるのまではまあ分かったんだけど、これうんち袋入ってるよね。もうすでにうんち済ましたんだねってさっき思った。あと猫ちゃんかわいいで、こっちのマグカップは猫が人間のように生活してたっていう、なんかあれのね、なんていうの、あれの音で、のコリリさんっていう有名なイラストレーターの方がね描いてるらしいです。ぶんちゃん仕事してよ、姉ちゃんは。ぶんちゃんもなんか仕事する？キャンペーンの詳しい詳細は概要欄の URL に載せておくので、ちょっとぶっち興味があるなって方は試してみてくださいね。たまに来る仕事ちゃんとやったわ、ぶんちゃん。たまには仕事をするぶんちゃんでした。バイバイ。ご飯食べる。ご飯。ご飯食べましょう。寝坊した寝坊した。寝坊したね。文ちゃんも全然大きいんかったし。お尻から落ちてよ。もうちょっと後ろ行きな。待て待てよ。待てだよ。おさりして。ぶん。待てよ。よし。夕日ガムがある。わあ、眠たいね。ちょっと大きかったかな、蹴るの。うん、ちょっと大きかったね、今日。もうちょっと細かく切ろう。